はい、フォーカスチャンネル始まりました。今日もですねゲストの方が来ていますので早速紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、袴塚慎之介と申します。慎之介くんです。はい、よろしくお願いします。役者仲間ですね。はい、慎之介くんは、役者仲間とプレゼン5っていう YouTube チャンネルも作っていて、はい、そこにねショートムービーも載せてるので、はい、詳しくは概要欄に載せてあります。はい、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。しますのすけくんは、はい、ここ小引き町広場に来たことはありましたか？初めてです。初めて。外観とかはね見たことあるんですけども、うん、中に入るのは初めて。初めてということで、はい、まあ小引き町広場って言って、うん、毎日がお祭りっていうテーマでいろんなお店を展開してましたんですね。お祭り大好きです。お祭り大好きですか？ですよね、東京下町のね出身なものですからね。あ、お祭りが大好きで、ね、出店とかよく行ってますね。そうなんですね。これを見てください。歌舞伎巡業公演とか物産展って書いてあるんですけど、今日は巡業公演にゆかりのある土地のお土産だったりとか、うん、地方のお土産をこれから2人で見て回ろうと思うんですけど、はい、ただ見て回るだけだと面白くないので。そうですか。はい、そうなんです。そうですか。はい、今日はこのお土産の中から、はい、ベスト3を慎之介くんに当ててもらおうと思います。ベスト3や、はい、当てられたら、うん、この地方の物産展のお土産の詰め合わせパックをプレゼントします。素晴らしい、ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。はい、もういただきました。もういただきました。今日はよろしくお願いします。お願いします。それではどうぞ。お願いします。まずこちら広島県です。なるほど、広島ね行ったことないんですよ。ちなみになんかさ、はい、見てて気になるのとかあったんですか？いや、もうめちゃくちゃこの広島カープが、カープが目に入りますね。カープ、そうか、篠瀬さん野球やってたから。そう、野球やってたからね。そうだよね。まあでもね、東京出身だからね、ジャイアンツファンだもん。ジャイアンツファンだもん。レモンとかが多いんですね、うん、広島、うん、多いね、レモン発作とかね。おー、なんかさ、うん、全部リーズなんだよ。確かになんかちょっとしたお土産に良さそう。本当にね、500円とかね、うん、1000円いくものがほとんどなくて、うん、これちょっと発作が入ってきそうなね感じがありますよね。発作、あのね、ゼリーとかなんかこんな200円とかお買い求めやすい、ね、確かに、お買い求めやすいです。可愛い絵が、絵がね、絵が可愛い、絵が可愛い。なんとも言えない顔、なんとも言えない顔でね、素晴らしい。こちらは香川県、愛媛県の物産です。もうさっきと全然違うね。さっきと違うんですね。中でもやっぱりそのやっぱり香川ということで、うどんがね、お土産にどうぞってのはもうなんかですよ。これ入ってきちゃうな。これ自分の中で入ってくる。結構ね、うん、麺類は結構好きなので、ラーメン、お蕎麦、うどんね、好きなので、これからだね。これからかなと。お饅頭の詰め合わせとかなんかこの結構ね、ちっちゃいかな。可愛らしさもありつつ、山田屋饅頭は劇場の1幕、2幕、3幕とかの合間でこれちょうどいいかな。あ、次徳島県来ましたね。徳島県、甘いもの、甘いものもね、甘党の男子で、甘党の、ね、男子でございますけど。そうなんですね。これ美味しそうですね、このナルト金時箱。あ、スイートポテトね。あ、スイートポテト大好き。100% のスイートポテトを黒糖生地で焼き上げたお饅頭です。これ、間違いない。間違いないです。ポン酢、ポン酢はね、僕のお母さんが大好きですね。3泊かつおニンニクとなんか乗りますけど、いや、これうまそうだよね。やばいよ、これこんだけ紹介したら入ってくるんじゃないの。これ入ってくるんじゃないの。紹介したの自分だけど。迷いますね。迷いますね。これは迷うな。これは 1,2,3 当てられるかな。これチリメン、ちりめん茶漬けも間違いないね。茶漬けかな。いや、ないですね、これ。忍三郎来ました。忍三郎来ました。忍三郎が来ました。ふわと忍三郎。悩んでおります。すごい。ここ最後ね。お、最後、鳥取県。カニせんべい。カニね。カニせんべい。これも大好き。あ、美味しそう。食べたことないかも。鳥取といえばなんか、鬼太郎がね。鬼太郎も映ってるもん。ねえ、ですよ。で、北郎、なんか空港が北郎の名前がね、ついてるんですよね。鳥取の空港。そうなんだ。北郎、よく知って太郎空港みたいな。へぇー。ちょっと行ったことある。はい。
ないよ、ないよ、はい、いろんな県見てきましたけど、はい、今のところ多分わからないですよ。わからない、わからないと思ったので、はい、今から、はい、丸バツクイズをね、丸バツクイズ毎回恒例なんですけど、お丸バツクイズを出します、はい、でもし正解したら、はい、ヒントを差し上げます。おヒントをいただけると優しいです、はいはい、チャレンジしますか。しますですよね。日本最大の歓楽街といえば、はい、東京の新宿にある歌舞伎町だが、はい、歌舞伎座があるわけでもないのに、はい、歌舞伎町というのはなぜ、その理由は、はい、その昔、はい、歌舞伎座があったから、はい、丸か×か。はあ、はい、なるほど、絶妙な問題ですね。絶妙な問題ですよ、これは。×お、歌舞伎座があったわけではないと。正解を発表したいと思います、はいはい、正解は×です。よっしゃすごい、当たった、素晴らしい、素晴らしいです。答えは、はい、歌舞伎座を建設する計画があったから。あ、計画があった。そうだから建ててはないんです。建ててはない、うん、計画があった。そうそう、まあ、建設がね順調に進む中、町の名前の検討が始まり、うん、最終的に歌舞伎町と決定した、うん、ですけど、はい、その後費用の問題で、お費用、歌舞伎劇場の建設は中止になりました。おで一旦決めてしまった町名を変えるわけにもいかなかったので、うん、名前だけ残った。で代わりに建てられたのが新宿駒劇場です。そう、歌舞伎などの演劇を芝居と言いますが、はい、その理由はお客さんが芝生の上にいて見ていたから芝居。丸か×か。はあ、難しい問題はね、これも。芝居って芝がついてる。丸でいきましょう。いいですか。はい、じゃあ答え発表します、はい、正解はですね、はい、なんとなんと丸なんです。丸素晴らしい。この人すごいです。江戸時代初期、京都の四条河原で、当然まだ小屋などもなく、うん、外で行われていたのを、うん、観客が芝生に座って鑑賞していました、うん、お客さんが芝生の上にいて、うん、見ていたから芝居、それが演劇や演劇を指す言葉になりましたということなんで、丸なんですね。2問正解しました。よし、だから、はい、じゃあ2つヒント出します。おー、これ外せないね、うん、聞いていいよ。あ、聞いていい、聞いていい、2つ聞いていい、2つ聞いていい、うん、何県が入りますか。お、入る県は、入る県、広島県と、はい、広島県、徳島県と、徳島県と、高知県、高知県、これだいぶ絞られたね。だいぶ絞られた。でもその3県にありますか、はい、だいぶ絞られましたね。はい、あともう一個質問ありますか。ではですね、はい、デザート系ですか。一つはデザート系でゼリーです。おー、ゼリー。おでもゼリー何種類かありますか、ね、ありますね、結構ありますよね、はい、選んでもらって今から歌舞伎場に移動するので、うん、そこでそれがベスト戦に入ってるかどうかを発表してもらいます。はい、では楽しみです、ね、これから選んでもらいます。